日本航空に続き全日空でも会員情報が流出しました。全日本空輸は今日までに ANA マイレージクラブのプレミアム会員およそ100万人分の情報が流出したと発表しました。会員情報を共有していたスイスの予約システム会社シータが不正アクセスを受けたのが原因で、アルファベット表記の氏名や会員番号などが流出したということです。ただ流出した情報の中にクレジットカード情報やパスポート番号などは含まれていないということです。